イインンターーーナナショナルサッカーインフォームです今回は久保武久選手のプレーを振り返っていきたいと思います該当の試合は2022年9月23日キリンチャレンジカップ2022日本代表サスアメリカ代表こちらの試合となります久保選手ですが先発で出場し後半23分までのプレーとなっておりますポジションは左サイドハーフでした前半ですが前線からの守備が良かったです 特に前田選手との連携ハイプレスが非常に効いていて、アメリカ代表のディフェンダー陣を苦しめていました。ボールダッシュおよびインターセプトからの大きなチャンスが見られました。攻守の切り替えの速さに加え、強度があって素晴らしい守備プレーでした。この試合のポジションですが、所属チームのレアルソシエダでもやっております。左サイドでの起用でしたが、代表戦でも良いプレー、良い動きができており、ドリブルと連携パスワークでの攻撃が、アメリカ代表ディフェンダー陣の脅威となっていました。 連動したプレスからのインターセプトが、ペナルティーエリア内、鎌田選手へのラストパスという決定機へと繋がったシーンが印象的でした。惜しくも得点にはなりませんでしたが、前田、久保、鎌田が連動した素晴らしいシーンでした。鎌田選手との連携がハイレベルですごかったです。ポジションチェンジに加え、高い技術レベルでのワンタッチパスの連携が素晴らしかったです。 この試合の総括ですが前線での連動した守備が良かったことに加え前線での攻撃の起点として良いパフォーマンスを見せていました前線メンバーの組み合わせとして前田選手鎌田選手との連携が良かったのでまたこの組み合わせでの試合が見たいですねはいそれでは以上になりますご視聴ありがとうございました